複音ハーモニカを演奏するときはタイピング型の、マイクホルダーを使うと便利です。これを使って演奏してみたいと思います。マイクを、外部マイク入力に挿して電源を入れます。するときはこのアイボール型のホルダーを使うと便利です。で、このアンプの、機能のつまみをですね、ドライブにセッティングすると、音を歪ませることもできます。クロマチックハーモニカを演奏するときは、このアイボール型のホルダーにフィンガーベルトを装着するとマイクを安定して持つことができますので、マイクを落とす心配がありません。で、さらにこのミュージックプレイヤーをアンプにつないで伴奏をかけながら演奏してみたいと思います。自宅で練習するときにはヘッドホンを使って練習することもできます。このような IC レコーダーを使ってですね、レッスンとか、セミナーを録音している方多いと思うんですが、このアンプを使ってその音を再生すれば、綺麗な音で、音を聞くことができます。ちょっと録音してみたいと思います。今録音した音をこのアンプで再生してみたいと思います。